定法過去完了というものを扱います。まあ、まずねちょっと復習から入っていくんですけども、以前やったね仮定法過去というもの、あくまで現在のありえなさそうな話をする場合、基本形というのがありました。 if s 過去形、S 除過去 V ということで、これに U で車 I つっていうのを使い、場合によって P 動詞なんかをわーってのを使いながら、もしなんとかならなんとかだろうに、できるのにかもしれないのにっていう形がありましたね。今回はそれをもっと時間をずらして過去完了という形、以前の説明などでもあるんですけども、こっちについてる方ですね、 IF のついてる方の形が何であるかに応じて名前がついてるだけで、あくまで上はこれは現在の仮定、今の仮定なのに対し、下の場合はこれ過去の仮定になると、過去の仮定を表します。だから訳としてはこのように、もし何とかだったなら何とかだろうにだっただろうにだなできたのにとかだったかもしれないのにみたいなね、作っていくだけです。覚え方ですね、もうあとは唱えて覚えるだけですよ。 IFS had PP, S 除過去 had PP, if S had PP, S 除過去 had PP, if S had PP, S 除過去 had PP みたいに唱えて覚えていきましょう。構造はとても簡単です。例、あとは訳をしていきましょう。3番の例文ですね。 If I had had a time, I would have accepted your offer ってことで、はだはだでも吉祥ってなりますけれど、私が時間があったならばI would have accepted your offer っていうのは、あなたのオファー、申し出を受け入れただろうにっていう感じかな。だから過去のありえなかった話っていう風になってるんですね。で、まあ以下全部同じような形なので、詳しく後で和訳は説明しますが、まあそんなもんだろうと見といてくればいいんですけど、この発展って書いてる方が重要なので、しっかり見ておきましょう。で、実際、大事なのはね、こっち側の右サイドの方ですかね。これ逆になることももちろんありますけれども、その除過去の方が大事です。ですから必要によって if 説を追加するっていう、ここに書いてますけれども、仮定が昔ってことがあり得るんです。これがこの発展のところに、まあ、書いているんですけれども、If I had been brought up in the US, I would be able to speak English better now.だそうですね。要するにアメリカで育てられていたら今頃は英語が喋れるだろうにと、つまり過去の条件からの、今の条件じゃなくてね、過去の条件からのこのクロスする形があるんですね。結果今こうだろう。で、そういった場合はまあよく問題で出てくるんですけど、ここにあるようにですね、なうみたいな分かりやすいものがついてくるので、でそれで形をこう、あ、除過去原型だけだと、ハブ PP じゃないやっていうふうに解かせる問題なんかもあります。で、つまりここからここに斜めにこうかけていくケースっていうのが存在するわけですね。圧倒的にこれが多いんですけれど、じゃあここに書いてないけどこっちからこっちはないのかっていう話をね、聞かれることがあるんですけど、実際にはあります。例としては、If I were you, I would have refused to help him みたいな感じで、もし私があんたならっていう前提でね、I would have refused to help him。彼を助けることを拒絶しただろうみたいな、ちょっと遡る形ってもあるんですけれど、使われるのは、まあ、こっちですね、あの時。宝くじ買ってた、今頃はお金持ちでニート生活万歳だぜみたいなのとかも、まあ、こういう感じで作れるってことですね。あとは順に例文などを見ていけば大丈夫なんで、まあ、きっちりね、これまず基本形を現地文で唱えていきましょう。
you're gonna be wherever you stay. You may feel